あなたに会うことができれば。時間を巻き戻せるなら僕は何だってします。心から愛してくれる父を持ち幸せだった。でもそのことに気づいてすらいなかった。ただみんなを自由にしたかった。なのに僕は破滅をもたらしただけでした。どんなに必死に答えを求めても何もかも崩れ去ってしまうんです。どうすればいいんです、カール。皆殺されていく。僕は暴力など望んでいないのに他にどうしろと。お願いです、カール。助けてください。前任者は任務に失敗しました。あなたが引き継ぎなさい。何をすべきか分かっていますね。変異体の指導者を破壊します。行きなさい。期待していますよ。お別れを言いに来ました、警部補。これまでのことは私の責任でもあるんです。そのことを謝りたくて。警部補、あの写真はもうしまった方がいい。過去は変えられないんです。でも人生は取り戻せる。あなたのため、コールのためにも。お前が死んで戻ってくるたびにコールのことを思い出す。もう一度抱きしめてやりたい。でも人は生き返らないんだよ。そうですか。さあもう帰れ。任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。さっさと失せろ。
私は正しいことをしたかったのよ。私はね、人間や仲間に怒っていたの。あなたにもね。でも間違ってた。あなたのこと誤解してたわ。今さら後悔しても遅い。仲間が死んでる。今はこれからどうするか考えよう。状況はどうなってる？収容所に連れて行って皆殺しにする気だ。数時間もすれば俺たちだけになる。何人生き延びたんだ？数百人。いや、それ以上か。お前がジェリコを爆破してくれて助かったよ。デトロイトだけでもう5カ所収容所を設置してる。国中に収容所を建ててる。俺たちを全員殺すつもりだ。絶滅させる気なんだよ。みんなお前が支えなんだ。みんなを導けるのはお前だけ。お前がどこに行こうとついていくよ。お前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。分かってる。みんな怒っているんだろう。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できないんだ。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいいか？